上のですね、僕が喋ってる告知の使ってる言葉について、メンバーから指摘がありました。僕がですね、ヨーロッパ企画プレゼンツハイタウンと言ってることについてですね、これですね、プレゼンツ、あれプレゼンツではないのかということを言われまして、僕はですね、英語が喋れる人に確認した上、不安でですね、このジーニアス、この辞書で調べました。によりますと、プレゼント、まあこの S 省いた場合、これプレゼント、プレゼント、プレゼントにはですね、形容詞か名詞、形容詞の場合、現在のとか、名詞ですとね、贈り物、プレゼント、という意味があります。あと、プレゼント、こう発音しますと動詞になりまして、贈呈する、提出する、これがヨーロッパ企画プレゼンツの場合に正しい訳だと思うんですけども、会社制作者などが、劇、番組などを、上演、放送する、はい、動詞のプレゼンツ、ヨーロッパ企画プレゼンツ、これが、正しいということをこの辞書は、物語っていると僕は思います。はい、でもあれですね、同じ綴りで、発音もアクセントも違ってきて、意味も違ってくるという、ややこしいですね。ヨーロッパ企画プレゼンツの場合は、この S の後の E にアクセント。プレゼンツ、贈り物の場合、こっちの E にアクセント。はい。これ皆さん、使い分けていきましょうね。プレゼンツ、プレゼン、あ、違うな。プレゼンツ、プレゼンツ、プレゼンツですね。はい。